今日はミニストップでまた買ってきました。まずパスタ、ソーセージの大盛りペペロンチーノ496円、約500円ですね。はい、カロリーは書いてない、ゼロカロリー、952キロ、結構あるやん、952キロカロリー、なかなかですね。まあペペロン大盛りやからな、ソーセージも入ってるし、うまそう。そして270円弁当なかったのに、これ362円ののっけ丼なんですけど、いやこれはね、うちがあんまないな、これしかなかったんだよね。なんか聞いたら朝しか作ってなくて、朝のやつが売り切れた時点で午後からは作らないですって言ってましたね。これなんか焼き鳥丼みたいな感じですね。というわけで食べたいと思います。ニチです。よしこ、とりあえず飲もう。疲れた、はあ、あ、はいどうも。朝から歯医者行ってホームセンターで木を切ってきて、ちょっと夕焼けみたいな色になってるな、これは色の補正は後からしないな、しないといけないなと思っているパテモス協会でございます。というわけでパスタとお弁当でございます。のっけ丼って言うからあれだったけど、これは焼き鳥丼ですね。うん、とにかくこだわりレモンサワー、レモン堂の鬼レモンをいただきます。乾杯。うまい、うん、あの270円弁当食べたかったな、まあね、ないものは仕方がないね。まあ、というわけでいただきます。よいしょ。この後ちょっと水槽のねまた作業をするんですけど、まあ酒飲んでだって大丈夫なんでね、がっつり食ってやります。うん、うまい。あ、イカや、イカ、あれ焼き鳥や、なんでイカや思ってんの、イカっぽい、イカっぽいわ、あれ鳥やのにイカって思った。うん、鳥や、ここは。明日は午前中一ミニストップの弁当、ここで買おう、もしくはこの間あのご飯2倍でこうだ弁当屋さん行ってきますわ。そう、酔ったんやけど、その店にも酔ったんやけど、2時ぐらいで閉めてんでしょうね。うん、シャッター降りてましたわ。昼間の気まぐれでおばちゃんがやってんのかな。うん、潔くでいいや。うん、12時ぐらいまでに買いに行かなあかんな。ピナちゃんうるさいな、ピナちゃんうるさいな。よく鳴く猫だ。何を言うてんやろピナ、これ入りたいだけかな、猫語がわからないんでね、全く俺には通じひんけど、昔だけでありましたよね。バウディンガルやったっけ、
犬の言葉がわかるおもちゃ。わかるわけないから、うん、まあ少なくともピナコは入れてくれとは言ってると思う、うん、でここがわからない俺でもそれはわかる、うん、でこっち違いがうるさいからあんま入れたくないのにな。猫キチガイがおるからさ、あんま入れたくないんだよ、お前みたいなのね、ピナコちゃん、キチガイみたいな過保護なやつがおっからうるさいよ。静かになったな。うん、ほら、ほら、ほら、分かってんやろ。怒られるぐらいは分かってんやろ。何したら。何しに入ってきたんの。何ももらえへんのに。あれやろ、この間のマクドナルドの猫動画で1万再生いたカルカンコータルいたから1万再生超えとったわ、知らん間に。スレッガーローを乗せたかばっかりに収益が1円もできへんけど、収益ができへんかったけどな。バンダイに多分行ってると思うけど、サンライズに行ってるのかな、あの収益な。スレッガーちょっと乗せたかばっかりにね、あの動画の全ての収益をね持っていかれるんですけどね。あかんで、ひな、ひなこちゃん、ダメですよ。うちはそんな甘たくないからね。こら、サンボおとなしにしとんのよ。お前言われたもんな、お前の飼い主が置いてくときに、あんなにペット飼えるマンション借りろっつってね60万円も貸しちゃったのにさ、ペット不可のとこ借りやがってさ、自分の都合よく猫お前連れてけよっつったら、こんなにゃーにゃー言う猫飼えませんって言われた。部屋で無理ですって言われた。分かっとったやろな。お前を連れて行かない理由、にゃーにゃーうるさいやったからな。今だにそのまんまやな、お前な。哀れなもんだよ。あんだけ一生面倒見る言うたやつが。にゃーにゃーうるさい猫は飼えへんらしいよ。今のその新しい家では。うん、なおとなしいやん、よかったよかった。うん、どうした、腹減ってんやの言うほど。サンボに食べられたんか今日も。お前この遅いからな。あいつ飲んでく、飲み噛まんと飲み込むから、俺みたいな食い方しよっからさ、吐くのやな、ね、あいつね。まあそこは俺とちょっと違うとかやな。あいつは吐くから慌てて食うたら、お前の分まで食うときあるからな。お前遅いからな。50回ぐらい噛むから。
前に俺のコメントでうちの犬ぐらい噛まへんやつやなって書いてたやつおったけど、そうするとその犬は犬的にはよく噛んでるよな。俺ぐらい噛んでんやったら犬のくせに、うん、よく噛む犬だよな。そいつも噛まりゃよかったのに。ラッピーちゃん行こう。アニマルチャンネルも投稿したからな、ピナコのな。飯動画に関しては結構猫登場すると再生されるのにさ、アニマルチャンネルは全く猫なんか再生されへんよね、うん、人気ないよ。うん、なくなったわ。残念なお知らせやけど、まあ、ニンニクの匂いとかえっと思ってんの、うまそうって思うのかな。こういうのねポイってやったらね、弱体とか投げましたねって。ピナコちゃん危ない、ちょ大丈夫、足つく、足つくか、おらしし大丈夫大丈夫、衝撃いかへんか、下ろすよ、前足下ろすよピナちゃん、大丈夫、ちゃんとこう手ついてや、ちゃんといける、つくで、つくで、はい、こうやって猫下ろさないとダメですからね、知ってた？やるかボケ。まあ、というわけで今日はマイナス評価いただきます。というわけでパテモス協会、今日はミニストップの弁当のっけ丼とペペロンチーノ、大盛りペペロンチーノ食べました。ごちそうさまでした。おいしゅうございました。この後ちょっと頑張って作業したいと思います。